グレイソン・ジェームズ・グレーナーはアメリカ合衆国サウスカロライナ州コロンビア出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のデトロイトタイガース所属。2014年の MLB ドラフト30目でデトロイトタイガースから指名され、プロ入り。契約後、参加の A 級、ウェストミシガンホワイトキャップスでプロデビュー。26試合に出場して打率。322。 日本類が16打点を記録した。2015年は A 級レイクランドフライングタイガースでプレーし、89試合に出場して打率。183、三本類二21打点を記録した。2016年は A 級レイクランド、A 級エディー・シー・ウルブズ、トリプル A 級トレド・マット・ヘンズでプレーし、3球団合計で91試合に出場して打率。 293,7本塁打、42打点、1盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ソルトリバーラフターズに所属した。2017年は a 級エリートトリプル a 級トレードでプレーし、2球団合計で103試合に出場して打率。237,14本塁打、44打点を記録した。 オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2018年は開幕をトリプル A 級トレードで迎えた。5月4日にメジャー初昇格を果たし、6日のカンザスシティロイヤルズ戦にて8番保守で先発出場してメジャーデビュー。この年メジャーでは30試合に出場して打率、219、12打点を記録した。 ありがとうございます。